んなじじい怖かねえ。それじゃ紹介しよう。凶暴な竜を地獄へのドライブ一直線へと連れ込み、息子の恨みを晴らせるか。オーンザテイクレイジーリベンジャー藤本信道。見ろ、あの顔を。顔？なんだ？いいか、親というものは子供のためなら命を投げ出してでも何でもする。それが傷つけられた恨みならなおさらだ。あんた本当汚ねえよな。何がだ？俺が強えからって、今度は俺がやりにくい相手ぶつけようと考えたんだろ。心配無用だ。俺は甘くないと言っただろう。いいことを教えてやろう。藤本は全日本を3度制した空手の猛者だ。な、伝わってくるだろう。これが本当の恐怖だ。解くと味わうがいい。なんて恐ろしい顔してやがんだ。まるで底のない沼を見てるような目だ。だが俺にも後はねえ。やるしかねえんだ。それじゃあ今夜のリベンジのターゲットを紹介するぜ。オーンザヘッド目下3連勝中のカムロの恐竜タツヤ。おっさん、やめるなら今のうちだぜ。息子の苦しみを味わうがいい。正統派空手よ。パンチもキックも一撃必殺の威力があるわ。接近戦で投げを主体にして。そら！
お前、本当にやったのか。なんだ。お前、本当に爪をあんな目に合わせたのかって聞いてるんだ。違う。何？でも、違うって言いてえけど、あんな目に合わす気はなかったけど、確かに俺は手を出した。それは本当だ。なんだと？何が言いたい？俺も常雄がなんでああなっちまったのかわかんねえんだよ。わからん。しつけえな。誰なんだよ。理由は？強いて言えば怨恨といったところでしょうか。部活動でかなりきつい仕事を受けていたようですし、あと右京とかいう生徒のことを相当根に持っていたようですな。本当に爪をあんな目に合わせたのか。私にはわからん。お前は最後とどめを刺そうとしなかった。抵抗できない人間の首を折るほどの人間がなぜそうしなかったのか。病院。もしもし。親父、親父か。この声は爪を。俺と戦うことを知ってたのか。親父、達也は、親父、達也はいるのか。俺だ、達也だ。そうか、親父は負けたんだな。よかった、ありがとう。よかった。ああ、それできっと親父は分かってくれるはずだ。もしもし、詰めようか。何？わかった。お前の言う通りだ。爪雄が今日リハビリで初めて歩けたそうだ。そうか。私はただの逆恨みをしていたのかもしれん。事実に目を向けず、やり場のない怒りをぶつける先を探していたんだ。でも俺は確かに常を。いや、常をはずっとお前を恨んでいなかった。むしろ私に言い続けた。右京達也は恨むべき男ではないと。だが私の怒りは消えなかった。私は常をの言葉がどうしても信じられなかった。どうしてもお前をこの手で。ドラゴンヒートに出たのは常雄の勧めだ。え？私が常雄に君がドラゴンヒートに出ていることを言った日だ。あのガキ、のうのうと格闘家ずらして。親父。なんだ。親父、ドラゴンヒートで戦いなよ、達也と。そうか、仇を取ってほしいんだな。違うよ、
達也を知ってほしいんだ。どういう意味だ。戦えばわかるよ。それに親父は負ける、きっと。なぜだ。親父いつも言ってるぜ、逆恨みとか敵討ちとかそういうことで戦うなんて意味ないってさ。あの日俺は達也に敵討ちを申し入れた。親父の空手が否定されたような逆恨みの気持ちもあった。今思えばあの時点で俺はバカだったんだ。でも常を、むしろそんな理由でも戦ってくれたのは達也の方なんだ。でも親父はそれじゃ納得できないんだろう。私も空手をたしなむ身だ。戦ってみて分かった、お前は強い。常雄がさっきの電話でも言っていた通りだ。あれは喧嘩だったが男同士のフェアな戦いだったと。常雄が子供の喧嘩に口出しして卑怯なのは親バカの私だな。